ただいまですね、すいませんね、手持ちで、査定の関係上ちょっとこの子を外さなきゃいけなかったので手持ちなんですけど、下取り価格というかこの子の見積もり価格決まりました。5万5000円です。正直この金額にはびっくりしていて、あ、こんなに走ってたりこんなにボロボロなのに5万5000円か、もしかしたらね、他社さんだったらもっと高いかもしれないし安いかもしれないし、ただちゃんと理由をつけていただいて、店頭販売は難しい、だけどオークションだったらいける、でオークションのこのスタートを見てくださいって、名前は出しませんけど、大手のここはこの金額でスタートしてます、でこの金額はこの金額でスタートしてますっていうことから算出していただいて、それに色をつけていただいたという形の、5万5000円だから、なんだろう、これぐらいのグレードで人気のない3リッターモデルのこのエリシオン、ただその廃屋だし、3リッター燃費も悪い、だから人気がない、だけど大体だから相場で3万円ぐらいじゃないですかって言われたんですけど、まあそれが5万5000円だったらね、信じる信じないは僕次第ですけど嬉しかったです。はい、ショーコレでございます。ヒステリックブルーって知ってます？全然関係ないんですけど、さっきヒステリックブルーっていう単語が職場で出ててですね、最初分かんなかったんですけど、なんとなく思い出したっていう、それだけです。収録日本日5月10日です。5月10日で本日の午前中に契約を済ませてきました。これが見積書入ってるやつなんですけど、あんまこういうことをね、大々的にこういった動画を使ってお伝えするのはいかがなものかとは思いますけど、これはあくまでも僕が感じた、感想を、お伝えするのであって、すべての方に対してその共感を得てほしいとかね、そういったことをお伝えしているわけではなくて、僕の感想をお伝えします。付属品明細っていう明細書の欄に、そういったものがまずついてくるんですけど、最初の4行必ず最初提示されるやつに、一番上の段に三角板って分かります？高速道路とかで止まっちゃった時にその反射板ですよね、それがミニには標準で搭載をされていないという説明を受けました。で、それとあとは外に立ってこっち危ないからずれて運転してね、みんなあっち行ってねって、工事現場の人みたいなベスト、蛍光イエローのベストと、あとはもしエンストを起こした時のケーブルとかもろもろの何点かセットっていうやつが入ったものが、まあ、金額はあれですけど運満します。最初に付けられるやつで、それは営業の方も勧められました。でその下に BMW 洗車セット、これも運満します。でこれは何が入ってるかっていうと、まあその最初にねボディーコーティングをするんですけど、先にそれを言った方がいいか、 BMW イノベクションっていうのがそのまあフッ素加工をしたコーティングをしてくれるというものです。でそれとセットで洗車セットっていうものがあって、それはそれに合ったシャンプーだったり、そういったものがついてますよっていうご案内です。でその下に僕の見積書にはもう最初から消してあるんですけど、なんか非常用の車で被災を受けた時の非常食だとか保存用の水とかそういったものがついてきますよと。ただそれも運満するんですよ。それも運満するんだけど、営業の方はそれは正直いらないと思います、ただ会社として進めなければいけないのでっていうご説明を受けました。でこの4つ、正直中古車を買う時は必要ないと僕は判断しました。僕が買った車は2012年式なので、単純計算で3年落ちです。で、3年前の方が初期の段階で、そのイノベクション、いわゆるそのフッ素加工をしているのかどうかっていうところにまず問題がありまして、まずその買った時にそのフッ素加工をしていなければ、
新たに3年経った後にポリマー加工だったりそのフッ素加工をしたところで、あんまりね僕はなんだろう密着しないというかちゃんとつかないんじゃないかなって判断はしました。で問いただしました。最初に買った人はやってるんですかって、そしたらやってませんっていうわけですよ。もし仮にこのイノベクションっていうのはだいたいそのフッ素加工がだいたい3年ぐらい持ちますよ、ただこまめに洗車なりなんなり水洗いをしていただければの話ですっていうご案内なんですよ。それを最初の方がやらずに、で最初の方がその駐車場がどのような雨ざらしのところに止めていたのか、あとは室内だけどあんま洗車をされていない方なのか、そういった方によって正直この BMW イノベクションっていうものは四捨五入すると10いきます単位が。それを中古車でする必要は僕はないと思ったんです。であとそのポリマー加工だったりフッ素加工に見合った洗車セット、これも必要ありません。高い、バカみたいに高い。見せていただきました。どんなものがついてくるのか実物を見せてください。で、ちゃんとロゴ的には入ってます。だけど、正直アマゾンとか、むしろドンキホーテとかでも売ってるんじゃないかっていうものです。ドンキはさすがにないかな。で、問題は、一番上につく、ちょっと名前、わかんないですけど、まあ、その、非常用セットみたいな、その三角板とかがついてるやつ。これも、アマゾンで、車、非常用みたいなので調べると、そのなんか、5、6点のセットが4000円で売ってるんですよ。すごいでしょ。ここまでかって思って、だからそれ全部外しました。まあ、営業の方的には全然取り外すことは問題ない。ただ一応勧めさせていただきました。もちろんそれが必要だと思われる方は全然僕は問題ないと思うんですけど、正直ね、新車だったら話は別ですよ、そのイノベクションっていうやつはね。それを中古車で3年前の人がやらずに、3年間どのような保管行為があったか、で、あとずっと展示されていた時だって雨ざらしにもあってるし、そんな状況でね、ポリマー加工だったらガソリンスタンドとか、オートバックスとかそのイエローハットとかね、そういったところで同じ内容のものをやっていただいた方が全然安いんで、ちょっとねこれだけはいただけないっていうふうに僕は思いました。っていうのが本日の契約の、中でのお話でした。どうぞどうぞ。いや怖い、無理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 、やだやだ、無理無理、うるせえよ、怖い怖い、うるせえよ、明日にしません。俺も正直わかんない。どうどん、うちが1個ずれた、失敗じゃん。